嘘。マジかよ。弾かれた。バックマーカーに弾かれた。いや違う。アバルト。だって全然開けてたぜ。なんだよ。5周分回れれば OK だ。40分持てば。すげえ苦しした。あれ落ちたね。Thank you.
秒、2秒前です。11周目。走れたはず。は、このタイヤっていうのは赤いっていうか赤いのがなくなっても前耐久レースの時にそんなことあったような気がする。微妙にこれあと3周だよね。3周あれ、なんか
ってて途中で落ちるのかな。それやる前に分かってるんじゃないかな、耐久レースって分かってるんだから。なんでかな、途中でリタイアはダメでしょ。ダメでしょってわけじゃないけど、スプリントじゃないからね。そうそう、それなんだよね。最後まで走り切って、まあ、レースができたねってなると途中でいなくなるんであれば、分かってるんであれば、はい、それ以外の理由があるかもしれない。急遽予定が入っちゃったとか、あとステアリングが壊れた、そう、そういうことじゃない限りは走ってあげないと、なんか走れなかった人に顔なんかもなんていうんだろうねえねえで終わっちゃったけどしか回れないんじゃない ?3 週か、3週。自分1コーナーのブレーキポイントが分かんなくなってきた。白線を目安にやってたからさ、だんだん光り出して見えなくなっちゃったどこがブレーキポイントだか。そうそうそう、それを目印にやってたけど、なんかそれが見えなくなってきたんだよ、だんだん。楽しそうだよね、あそこへ。
調べ。大クラッシュした。わお。姿勢が乱れるんじゃない？なんかブレーキング時に結構スモーク入ってたりする。さんがここで17分切った状態で16分何秒とかでスタートラインいるんであれば、自分はそのギリギリに合わせてゴールする。あ、ギリギリだね。ギリギリギリぴったしだね。マジでやばいな。あと2周分しか。タイヤはあるから入れる。めっちゃ鬼ブロック爆発やばいや、このタイム差だったらどうにかハードのこのなくなったタイヤでもいけそう。燃料とタイヤも3周分は積んであるから、まだ走り切れることはできるんで、ただペースが遅い。
最後で抜かれそうだな。じゃダメだな、抜かれるね。この差はやばい、1周で10秒くらい詰まる。行けば多分大丈夫だったかもね。これはやばいな。まだわからない、まだわからないぞ。壁に行くところだった。
なこれはやばいな、予想外だったな。まさかこんなクラッシュしてなければ多分逃げ切ってたけど、やばいぞ。あ、しかもクラッシュマジかよ。多分無理だな、あと2周だもんね。あと2周だ。エアロダメージと相まって全然ペースが上がらない。鬼ブロックこれペースを落として、あのこれファイナルアップにするから。よし、多分これでこれファイナルラップだと思うんだよな。40秒台出せばこれがファイナルラップ。ブレーキポイントがわかんねえ。自分も走れるんですよ、全然燃料も足りるんだけど、ただ勝ちたい。ただこれはバトルするような状況じゃないな、このタイヤ。多分もうミスったら終わり。
っぱペースを上げちゃうとあと一瞬になっちゃう。難しいとこで抜かされたくはないけどペースが速くなるともう一瞬になっちゃう。全然離れないんですけど、何やったいや、これやばいな。このペースはやばい。もう一瞬になっちゃう。ここで50秒ってことは、ああでも GP コースに入っていくんだから、どうなってんだ。残り数秒でもう一瞬なのか足らないのか微妙なとこだね。あ、クラッシュマジかよ最後の最後でクラッシュで抜かれちゃった。おお、マジかん、燃料足りるよ。周回数分はあるんだけど、多分タイヤがないの。まああそこでゴールしちゃってもよかったんじゃないかな。多分前逃げないよこれ。
左後ろのタイヤはもう残量ゼロだから。いや、がやばいよこれ。大丈夫なバーストしない。ワンピットだよね。最初スタートの時にハードタイヤだった。あれワンピットじゃなくてツーピットしてるのかな、タイム差だ。あ、やべ、タイヤが。タイヤ完全に終わったかも。やばいな。もうゴールできればいいです。燃料ランプがついた。
メの全然ブレーキングでケツがブレイクしてる。さんおめでとう。おめでとうございます。タイヤゼロ、全然残量ないんだけど、ゼロだよ、ゼロ、ゼロで一周回れるってすごいよね。いやー、卵が吸いたいです。タバコがついていて、いや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 、まさかの最後の、まあ最後のってわけじゃないけどね、ダメだったな。15周回れちゃったってことか。16周、自分で計算してたら15周、あ、15周だったんだ、自分の計算ミスか。あれ、自分の計算だ、14周でピットがあるから、あれ14周、あれどこで間違ったんだろう。まるまる本当に1周分ずれて、ま、間違ってるな。15周、実際16周回ってるんで、これね。あ ?15 周か。あ、15周だ、15周。タイヤの、そうだな、あのインジケーターにラップ数が書いてあるんでね。今のタイヤで10周走ってるから、前のタイヤで5周だから15周だ。これまだみんなゴールしてないよね。まだ待ってるか。これ大変だな。まだ GP コースにいる人いるよ。あれあれ戻った、ブラックさんか。たらゴールじゃなかったそうです。何か、あのラスト、あと 1周多かったっていうことじゃないですか。え、いやー負けちまった。だ、勝てると思ったんだけどな。なんか綺麗に並べます。並ぶの、どうやって並ぶの。なんか中央向いてる感じしません。中輪を作るってこと。なんとなく、はい。じゃあポイさん基準に、ポイさんの周りに並ぶの。そうですね。ポイさんどこにいんだ。これ車のシート邪魔で見えないんだけど、横が。こんな具合じゃないですか。ユニクさんが見なさい。了解、ちょっと待って。今考えたら 1,2,3,4 番手まで全部違う車種です。なんか微妙にまだ十分離れてるね。あれ、後ろ後ろ後ろ。こんな感じ？これは後で写真撮って。なんか全員でアバルト見てるような。これボイチャーやってない人何やってんだろうってわからないよね。あ、でも自分微妙に角度違うな。もうちょっとぴったし合わせるかな。なんかね、ちょっと違う角度が深すぎるな。もうちょい右向くの。よく見えないんですよ。これと右向きすぎじゃない、いいのかな。そうですね、右向きすぎです
じゃあどうすればいいの？角度浅くするんじゃないの？そうです。こんな感じじゃないの？そうです。もうちょい前かな。前暴るとドーナツできてないけどドーナツっぽいのやってるドーナツっぽいのバックの方ができると思うんだけど、どこにいます？1コーナー1コーナー曲がって筋で向こう側に回るところのさっきぐるぐる回ってたんだけどまだあと3台ゴールしてない。なんかみんないや走ってる。ああでも走ってますね。ちょっとちょうど暗くてよく見える。ただこれレース時間いつまであるんだろうね。ゴールするまでに5分じゃゴールできないじゃん。まあ、最低限アバルトのタイムぐらいやっとかないと。10分ぐらい。まだゴールしてない人がいるからまだ早いな。疲れは早いような気がするな。自分もちょっと角度浅くした方がいじゃないですか。これおう F5 で見ればだいたいなんとなくカメラは移動できないけど、みんなボロボロじゃんボロボロ同じ車いないね。みんなバラだね、本当に。そうですね。みんなバラだね。いやー疲れた、久々に耐久レース。でも楽しかったな。中盤が後半全然ダメだった。なんでオプティックがキックブートになってんの？オプティックどこに行った？まだ走ってるってことなんじゃないですか。走ってるにしてもなんでキックブートだったんだろう。リスタート誰押してんの？あともう2時間やりますよ誰が押してんの？6時間それはドラテックの耐久だな。ドラテックでも4時間ぐらいじゃないでしょうか。前5時間が最高じゃなかったでした、どっかのコースで。うわ自分ドラテックドラテック楽しかった。でも明日は、俺の IDCB チーム、私たち、6時間はノースライフ、レースレースリーグな行きますあれオプティック走んの？ドライビング？オプティックドライビング？いいえ走る、明日か。明日そうです。今は、俺もドライビング。
だんいなくなってきたね。いなくなってったけどまだ合流してないよ。まだ一人残ってる。ん？誰が走ってるんだろう、あれ。誰だ、ちょっと待って、カメラ移動するか。さん、あ、そうだね。え、これで全開なの？120とか130とか。燃料ないから燃費走行してんのかな。今アクセル抜いてるね、クラッチ踏んで。そうかもしれないですね。クラッチ踏んじゃってるもんだって、ずっと。ただのドライブになってる。惰性だよ、惰性。もうエンジンブレーキすら嫌うっていう。これで多分ゴールできないと、どうなの？時間で終われば、とりあえずゴールしたことになるのかな。でもなんか昔あった気がする、自分も。あれ？ゴールしないとダメなんだっけ？そうなんですよ。あー、せっかくここまで走ったのがドキュンになっちゃった。もういつしかの DTM ですよ。あー、なんかこの燃費走行か。すごいね、よくここまで残り何リッター残ってるのか分かんないけど、頑張ってるね。でもこっから上りだぞ。大丈夫か？カルーセルでうまくなんか加速、第2回。いや、カルーセルでガタ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 って多分減速しちゃうんじゃないの。でも上りだからもうスピード乗らないよ、これ。どうなる、乗るのかな、カルーセル。あ、乗りますね。後ろから押したいぐらいで。行きます？いや、バックしていくしかないよね。強制的にピットに入っちゃうから。あれでも誰か後ろ向いてるね。マジですか？うん、なんか本当だ。ストレートのところで誰だ？ああ、ケルさんっていうか。めっちゃいい人だ。あ、でもなんかバックで行くしかないから大変だね。感動のゴールが超燃費走行だよ、惰性で。100キロ、100キロって。でもまだエンジンは回ってるから、まだエンジン残ってるってことだよね。これで 無音になったらもう終了だよね。その場合はもうアウディが近づいてくる。うん、多分押してあげるんじゃないのかな。よし、ご対面。抜き去っていきましょう。あれ。抜き去っていきましょう。多分燃料足りると思ったんじゃないの、もう。いや、ダメか。ちょっと上りだから踏んだんだ。あとはもういけそうだよね、最終コーナー立ち上がれば。アウディが一生懸命追いかけてるけど、あれ、マジか、ここまで来て。うわ、かわいそう。うわ、超かわいそう。じゃあ、ジャフ間に合わず。これ BGM つけて編集したいんですね。どんな ユニコーンとかわかります？ユニコーン、うん、やろうかな。ユニコーンっていう曲があるんですよ、そのガンダムユニコーン。あ、それは知らない。ユニコーンってグループかと思った。グループ？あ、分かんない。いや、お疲れ様でした。